そして音楽で祈りを込めて演奏しようというふうに一生懸命弾いていたら、弾き終わりには立ち見が出るほどのもう何百人という方が僕の聴いてくださって、皆さんが涙流してくださって、みんなも同じ苦しい状況だから自分だけじゃないから泣くことができなかったっておっしゃって、泣く機会を与えられたっていうふうにおっしゃってくださったことで、あ、私たちなんか演奏したことが少しでも役に立ったのかなっていうことを感じてすごく嬉しかったですね。その時はこれからが私たち のもっと頑張り時じゃないかなと思ってますので、もうどんどん音楽を届けに行っていきたいと思います。場所によってこの復興、音楽での復興コンサートっていうのは本当に形をどんどん変えていって、だからこれからもまた変えていくんじゃないかなっていうのがありますけれども、で子どもたちのケアっていうのはもう今本当に必要だと思うので、そういう時に音楽の力が少しでも役に立ってほしいなと思います。時間が経ったからって言って、その人々の、ね、この心の苦しさっていうのはずっと残っていくっていうことを私たちは忘れてはいけないなってすごく思ってて、私たちが忘れてないよっていうことをこちらも発信していかなきゃいけないなと思って、本当にもう温かいご支援と温かいメッセージを世界中のいろんな方がいただいて、もうそれが私たち仙台フィルハーモニー管弦楽のメンバーのもう大きな励みになってます。これからも仙台フィルは音楽での復興に力を注いでまいりたいと思いますので、これからもご支援よろしくお願いいたします。